こんにちは、ニコネルの秋田です。いつもご覧いただきありがとうございます。インスタや YouTube でコメントや DM をいただくのですが、このクレーの型抜き、この型抜きを使う際にクレーが剥がれずに綺麗に型を抜く方法ありますか、というお声が多かったので、今回の動画では身近にあるものを使って綺麗に型抜きをするコツを共有していきたいと思います。まず抜き型の種類についてなのですが、こういうプラスチックの樹脂系のものと、こういう金物のタイプ、この2種類よく目にするかと思います。こちらのプラスチックの方が可愛い型だったり、いろんな種類のものが出ているんですが、ちょっと型を抜くときに抜きづらい感じで、こちらの金物の方が鋭い作りになっているので、綺麗に型を抜くことができます。型を抜きやすくする方法については、こちらの樹脂系のものでも金物タイプのものでも、どちらの型抜きにも使用できる方法になっています。素材についても家庭内で手に入る身近なものを使っていきたいと思います。まず前提としてなんですけれども、クレーに関してはしっかりと練っておいて、コンディショニングをしっかり練っておく必要があります。コンディショニングをしっかりしていると、型抜きだけでなく成形などもね、結構ちゃんとしやすくなっていきます。ちょっとこれだとまだ硬いので、もう少し練っていきたいと思います。このようにして伸ばし棒で伸ばして畳むっていう動作を何回か繰り返していくと、だんだんクレーが柔らかくなっていきます。はい、ではクレーがしっかりと練れて、だいたい3ミリ厚ぐらいのシート状のものにしました。これを型抜きしていきます。最初は特に何も素材とかを使わずね、通常の方法で行っていきたいと思います。大前提なんですけれども、こう多分作業台のところで練ったりとか、クレーシートを作るときに伸ばし棒で伸ばしていくと思うんですが、この状態だと下の作業台にクレーがくっついたままなので、型抜きをしてもその後に剥がすのがとても難しいです。なのでまずは型抜きをする前にクレーカッターとかを使って、クレーと作業台の間にクレーカッターを差し込んで、まずはシートをしっかりと剥がしておいてください。この一度剥がす状態を作っておくと、型を抜いた時にもクレーがしっかりと作業台にくっついたままでなく剥がれることができます。ちょっと一回、じゃあ大きいか、通常の型抜きをしていってみましょうか。上からしっかりと押さえてあげて取ります。まだこの時に中の抜いた粘土の部分は取らないでください。で、丸とかは結構簡単で、こうシートに差し込んだ後に抜き型をくるくるくるっと回してあげると、しっかりと円の形が取れます。他にもどんどん取っていってみましょうかね。プラスチックの場合もクレーのシートに置いてあげて、しっかりと真上から押さえるような形でクレーを抜いていきます。型が抜けたら、まずは抜いた周りのクレーを剥がしていきます。先ほどしっかりシートを一度剥がしているので、スルッと取れるはずです。これがクレーの硬さだったり柔らかさで
周りのクレーを剥がすときに、柔らかいクレーだとあまり剥がれてくれないときがあります。せっかく型を抜いてもそこがくっついちゃって剥がれにくい状態のときはあります。その時にどうするかっていうのをちょっと別な方法で行っていきたいと思います。まず一つ目の方法としては、こちらのベビーパウダー、このベビーパウダーだったりコーンスターチを型につけて型抜きをしていきます。ベビーパウダーはそんなに必要ないので、ちょっと型の先の方につけていく感じのイメージで OK です。あとはもうクレー自体にベビーパウダーをちょっとまぶしてあげてもいいんですけれども、そんなに量も使わなくていいので、この型の一番差し込む最初の部分ですね、ここのところにちょっとこう端っこの方につけてあげる。つけすぎてしまわないようにちょっと払いながら差し込む部分にちょっとベビーパウダーがついてるぐらいで大丈夫です。これでクレーを抜いていきます。結構差し込みだったりとか外した時も通常やる時に比べてスムーズになります。こういう大きな抜き型を使うときは、筆などを使ってベビーパウダーをここの先に少し塗るというかつける形で、こんな感じで先端の部分にちょっとだけつけておきます。すごい動画だと見にくいんですけれども、ここの差し込む先端のところにベビーパウダーを少量つけています。と手で触ると、型がサラサラしている状態になっています。この状態で先ほどと同じように型抜きをしてみます。周りから同じように取っていってみましょう。さっきよりも綺麗にね、スルッとクレーが、周りのクレーが取れました。粉についてもそんなにクレーにつくこともなく気にならない程度だと思います。ベビーパウダーつけすぎちゃった時はクレーについた粉を払ってあげると大丈夫です。断面もこんな形でとても綺麗に抜けています。もう一つの方法としてはお水をつけてあげます。これも型に直接つけてしまって大丈夫です。ベチャベチャーとつけてちょっと濡らしてあげます。先端だけで大丈夫かな。あとはもうクレーの上のところに水をかけてしまっても大丈夫ですけど、そんなに必要ないので型にちょっとつけてあげるだけで結構スルッと抜けるようになります。先ほどのベーキングパウダーだったりコーンスターチのようにスルッと抜けるわけではないんですけれども、水がクレーの中の油分を弾いてくれて、これ後で周りを取るとスルッと型抜きしたところが外れるようになります。こういう大きな型も、もうさっきちょっとベシャベシャと洗ってきてしまったんですけど、ちょっと濡らしてあげて抜いてあげます。こうすると
何もつけない時よりもスルッと肩が取れてくれます。断面もこんな形でね、綺麗に仕上がっています。今グレーの型抜きを簡単にする方法っていうのを2つお伝えしたんですが、私自身そんなに今の方法を使っていなくて、そもそもクレー自体が結構固めで、あまりベト付きのないものを選んで使っています。なのでこの作業台の上で直接こう型を抜いても綺麗に剥がれますし、あとはねこういうクッキングシートの上で抜いてあげるだけでも、あまりベト付きがないクレーなので結構すんなりと型抜きがすることができます。で、あの柔らかすぎるクレーだと、せっかく型を抜いても剥がした後に型崩れしてしまうこともあったりするので、このクレー自体を選ぶっていうところからしてあげるのもいいかもしれませんね。ご覧いただきありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。